はい、皆さんこんにちは、アチでございます。太鼓さんをせんちゃんでね、あ、せんちゃんの太鼓さんでねやっていきたいと思います。リクルートが成功しましたね。まあじゃあ茶器を製作しましょう。確か着紙で造形でしたよね。これができてない方、これができてない方はね、ちょっとお待ちくださいね。誰だったかな。これだね、これだ。あー違うわ。あー変なことしちゃったんだこれごめんなさいね、いつもねこれ見るとき変なことしちゃって。さあまあリクルート成功したら嬉しいね。着紙の造形はね、そうちゃんやったでしょ、この人もやったでしょ、かきえもんさんやってないね。ちょっとお待ちくださいね。かきえもんさんはどこだ。あ、かきえもんさん花入れもやってないわ。さあ私これどうなんだろうね、いつ上がるんだろうっていうのもね、よいしょっていうのも7が作れるとは思えないんだよね。1巻じゃないわ、価値が1ね。はい、1ね、ありがとうございました。よいしょ、捨てましょう。ちょっと待ってね、またちょっとあれしたら嫌だかんね、確認。大丈夫大丈夫、あゆみちゃんと反応したね。さあいつになったらね4巻以上のものを私は作れるんでしょうね。さあじゃあね、どこ行こうかな。あ、民家なんかあったかな。あ、スケさんがねいたんだよね。スケさんね、この人、あ、奥にさん、あんたこっちにも来たの。まあ贈り物しましょうか。この人何がいいんだろうね。酒財宝はダメでしょ。あ、芸術品かな、芸能の人だからね。那智滝図、はい、まあこれは私のありがたく、お、それな、これもそれなりかそれなりなんだな、上がってないし 1.5 のままでしたね。さあ出ましょう。でお次はスケさんね、この人は絶対物欲だな。茶もダメだったからね、もう絶対財宝だわこの人。あ、何万物いいかもしんないけどね。何万物ある。あ、天球儀ね、価値5あるからダメだわ。大真珠、あなた大真珠でしょ。おお、これはすごいこの人あれか、物欲かこの人も。あ、そうか、この人商人だから手合わせできないんだ。なるほど、じゃあ四国ですね、四国デビューをしましょう。多分デビューしてなかったよね四国は。あ、西賀の町寄ってからだね。お、ああね、もう盗賊来ませんよ。さあ、ザで、はい、売却ね。じゃあ、あとあれだね。あの、弟子の国主にいっぱい、あ、でも人入れすぎたら逆に給料払えなくなっちゃうのかな。そういうのもあるかもしれないね。硯よりみかん。はい、みかんは軽いんでね。よいしょ。で、道場は何もないで、民家、めぼしい人、あ、そうだ、酒場と、いろいろ寄っていかないとね、酒を飲む、あ、炭酒、どぶろく、まあ、どぶろくね、価値を、あ、ちょっと待って、炭酒の方がいいのかな？はい。あ、炭酒、一緒ね、価値はね。これもまあこれ50個ぐらい買っちゃいましょうか。しまった、お金持ってきてしまいましたね。これ襲われたらやばいな。あ、岡さんね。で宿屋、はい、あ、旅人だけだね。うん、長船の町、あ、長船の町も行きたいな。ここで、米屋とか馬屋に行ったら何かあんのかな。なんもないね。ああ、なんもないね。それだけだね。鍛冶屋もなんもないでしょ。まあ、こういう名刺持ってんだけどね。浪人か、鍛冶のことは何でも聞いてくんな。あと、下働き、鍛冶心得。
鍛冶屋になる気はないですもんね。さあ、では出ていきましょう。洲本城、あ、四国入ったかな。ちょっと寄っていきましょうね。でも鳴門の町は行ってないですよね。あなたは水夫ね。はい、14歳船頭さんだね。まあまあ能力微妙ですね。あ、でもこの人ちゃんとした名前があるわ。菅道長、淡路水軍の将、はじめ長宗我部軍に属したが、後豊臣秀吉の傘下に入った。九州征伐、小田原征伐、朝鮮出兵と水軍を率いて出陣している。関ヶ原合戦では西軍に属し、久喜水軍と協力して戦った。戦後東道高虎に仕えたが、高虎と口論して切腹口論して切腹すんのかい。ほんとすごいね。あ、道場は何もなかったね。いや、ちょっと待ってよ。ここで手合わせ、あ、手合わせないね。あったらそれで名声が上がったりするのかなと思ったんですが。あ、みかんね、15巻ね。これも600巻ぐらいの利益があるでしょ。600巻、あ、利益は600巻ね。売り上げはもっとですけどね。購入、ナルトは何だい、陶磁器、ナルトって陶磁器かな。そうなんだ。でも20巻はちょっと高いね。ナルトって陶磁器有名なのか。そっか。じゃあ民家、特に目星宿屋、はいはいはいと。あ、ここも旅人だね。はい、柳川城で、酒場、ちょっといろいろ回っていきましょうか。はい、今度ドブロクね。あ、価値ゼロなんだね、ドブロクはね。これはもう20個ぐらい買っていきましょう。で、仕事って何かあんの。商人越え用心棒今なら用心棒できるけどね。いやいや、そんなことしてる暇がないです。誰だ、森村春さん。おー、なんか時代劇に出てきそうな感じの人だね。あ、おごってみましょうか。もう片付けないと。あー、やっぱ飲みすぎてどっか行っちゃうんだね。必ず飲みすぎるんだよね。他にないのかな、展開は。さあ、三好家。さあ、三好家も強くしていくと面白いかもしれない。三好長春さん、あなたは足軽組が10歳。10歳には見えないけどね。小学4年だよ。三好家一門、よし、なんだいか、よし、賢い剣、よし剣、あーの子、父、の死後、篠原、篠原長坊でいいのかな、わかんないな。長房の貢献で、あ、人の名前かこれあ、人の名前か、貢献で家督を継ぐ。しかし還元に惑わされ、細川正幸とともに、長房を討った後、正幸が長宗我部元親に下ったため、これと戦うが別宮浦にて戦に廃止した。うわー、能力低いね。これはでも結構いい男前だけどね。さあ、話しても何もないでしょうね。そんな感じですね。はい、では失礼と。ね、ブッケさん、あ、皆さん会ってますね。あ、そうやけどのではないか。お茶しましょう。あんまり喜んでくれなかったね。じゃあ中川さん、あ、会ってくれなかったね。私の名声を持っても、 あなたか。さあ、組頭言ったもんね。お茶しましょう。お、喜んでくれましたね。あれ、麹家滅亡しましたね。今どうなってんの。すっごい上がった、この人。あ、一応ね、あ、弟子のチャンスを与えましょうか。手合わせ。あなた、でもどう考えてもね、能力低いから。そうだね、この辺ぐらいで迎撃しましょうか。おお、届いたんだね。さあ、じゃあね、拠点地図で見ましょうか。あ、武田家がかなり来てますね。ただ北条と、よいしょ、あー、これは何、南部家で、ここら辺は、あ、小野寺家、
で、これは大崎家、最上家、で、伊達家、で、これが北条で、武田家がそれなりに、あ、武田家大きいわ。あ、もう武田家でかいね。あと本願寺、あとこれ今川家、あ、結構体制が決してきましたか。で、三好家で四国だね。旗の家、一色、あ、畠山家はちょっとあれなんだね。え、この人大名だったの、あの人、うちのあの弟子あ、違うね、こっちにあるね、畠山。あ、でも畠山高政ってなって、あ、あの人大名なのか。大名を弟子にするとコロッといけるんですね。じゃあね、長宗我部さんじゃない、これ毛利さんね。長宗我部さんはあれ、あ、これか、長宗我部さん。長宗我部さんにも挨拶していきたいですね。あと九州ね、島津家、あー、なんていうんだっけ、愛良家っていうもの、これやってたんだけどね、助さんで博多デビューした時にね。じゃあ閉じましょう。で、よいしょ、どこに行くかなと。あ、もう、あ、か、あ、病気になってから治してあげよう。はい、ずっとハクシャーンって言ってんで、風邪薬とてもよく効いた気がするぞと。無料でね。あら、あんたありがたや。ということで、1個上がってないかい。1、2、3、あら、名声が1個下がった。どういうあれなんだろう、よくわかんないね。あー、師匠にめちゃくちゃ負けたからかな。どうなんだろう。あって、その顔には見覚えがあって、あ、悪そうな人だね。三好、あ、この人なんて読むんだろう、三好吉ガタ、ガタっていうものね。あ、能力高い。三好元長次郎なんだこれ三好元長次郎、あ、違うわ、次郎じゃ、三好元なんか次なんだ長次郎もう何言ってんだろうね。長吉でいいのかな、これね。おっとおっと、名は吉形っていうんだね。号は、美濃安、兄、長吉の、畿内進出が本国阿波の計略を担当する。あ、もともと四国だったのかな、畿内進出っていうぐらいだったらね。長吉の片腕として内政軍事に活躍した。泉久米田合戦では畠山高政、狙い衆でよかったかな、忍者ですよね、と戦い、討ち死に。佐渡好み千利休と信仰、すんごい私と相性いいんだ。あ、お茶しましょうよ。ほほ、なかなか。じゃあもう一回って会いに行けるんじゃない。おお、ほう、そうやけどなんではないか。あれ、嘘だろ私と仲良かったはずなんだけど。いや、まあまあいいでしょ。じゃあ、あと三好さん周りね、しましょう。四国はね、ちょっと前に私ね、ブラブラっと行ってきたんで、四国がね、今はまあ私大阪住んでるんですけどね、もうあの橋ができて近くなりましたね。ただフェリーがね、かなりね苦戦してたみたいで、何個かフェリーなくなっちゃいましたけどね、残念ながら。まあ、四国は見どころ多いですね。近くなったんですごくいい感じですね。はて、その顔に見覚えがと、わし何のようだ、あなたは。何これ、総合、総合数長、数しか読めないよ。三好家一門、三好元長の長男、あ、四男だ、ごめんなさい、あ、四男だけど戸郷っていう、総合っていう名前がつくんだね、名字なんだね。三好 長吉の弟、さぬきの、総合家を継ぎ、総合城主になる兄長吉を助けて機内で活躍した猛将として鳴らし、鬼総合として広く知られる。有馬、有馬権現へ三代、あ、三、三、三死の途中で落馬し死亡者、そんなんで死んじゃうの。もうほんと字が難しい。うん、あんまり喜んでくんないのに譲ってくれか、譲りません。
はい、じゃあ出ていきましょう。さあ、丸亀の町ね。おっ、おっと、狛江が弁蔵さんね。この方は普通の水夫ね。はい、で、座で売却、何入れましょう。陶磁器ダメだね。じゃあ何買えるの、ここは。あ、持てないんだけど見てもいいんじゃない、見させてくれてもいいと思うんですけどね。民家、目星い方いません。宿屋、いいえ、泊まりませんよ、旅人さん。あー、黒平城、これ夢中国っていうものかな。産地とかそういうのがあるんだね。ほんとデータすごいね、このゲームね。で酒場、はい、よいしょ、酒飲みましょう。なんかある？あ、ないね。なかったらもうこれでいっちゃう。あ、また弁蔵さんいたね。さあ、道場は？なんもなかったね。あ、じゃあね、ちょっと時間よくなりましたんで、この辺で終わっておきましょうか。せんちゃんで太鼓さん終わっておきます。どうもありがとうございました。